こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。 TikTok が本国の要求によって個人情報等が抜かれるとの情報があり、欧米や日本などが使用制限になりますが、韓国は依然制限がなく、レッドチームが証明されたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。世界各国が情報流出憂慮に、中国動画共有プラットフォームである TikTok 使用を相次いで禁止している。カナダメディアのナショナルポストは、連邦政府が公務員に送った公文書を引用し、カナダ政府に登録された全ての機器で TikTok の使用を禁止することにしたと報じた。これは TikTok のデータ収集方式が利用者をサイバー攻撃に脆弱にする恐れがあるという内部検討結果により、政府最高情報責任者が情報セキュリティのために下した決定に従ったものだと新聞は伝えた。カナダのプライバシー保護機関であるプライバシー委員会も、 TikTok の個人情報セキュリティリスクに対する調査に着手する方針だ。カナダ政府の決定は、欧州連合 EU 行政府格である執行委員会が、執行委に登録された個人および業務用携帯用機器で TikTok の使用を禁止することにしてから4日ぶりに出た。 TikTok はこれに対して、カナダ政府のこのような決定に失望するとして、カナダ政府はこれに対する議論のために一度も連絡してきたことがないと明らかにした。日本もすでに政府共用スマートフォンで TikTok の使用を禁止していることが分かった。これに先立ち、米国連邦および一部の州政府も TikTok を通じてユーザー情報が中国政府に渡されているという憂慮が続くと、 TikTok の使用を禁止した。米国に続き EU 執行委員会も、サイバー攻撃に悪用されうるサイバーセキュリティ格および合意から保護するために、執行委に登録された携帯用機器を対象に TikTok 使用を禁止すると明らかにした。それではネットの反応です。政府も TikTok を強く遮断すべきだ。韓国も TikTok を禁止にさせて。私たちも禁止しなければならないのに。少し考えて使おう。韓国も制限しよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。